さて、突然ですが、この絵には裏切り者が描かれています。それが誰なのか、あなたは知っているでしょうか。この作品は、最後の晩餐。レオナルド・ダ・ヴィンチによる作品です。レオナルド・ダ・ヴィンチは、イタリアのフィレンツェ出身の画家で、15世紀を代表する芸術家です。モナリザを描いたことでよく知られていますね。ちなみにダ・ヴィンチはイタリア語でヴィンチ村出身という意味です。この絵はミラノにあるサンタマリア・デッレ・グラッツェ教会にあります。この作品がいつ作られたのかというと、1495年から98年に制作されました。4年もかかっている超大作家と思われたかもしれませんが、ダ・ヴィンチは制作速度が遅いことでとても有名で、完成作は15作品程度しかありません。なので、この作品もそこそこの制作速度と考えていただければ良いでしょう。この作品には、イエス・キリストが弟子と食事をとっている場面が描かれています。しかし、これはただの食事ではありません。杉越の食事です。イスラエル人がエジプトから解放されたことを記念するユダヤ教の祭りのための食事、杉越の食事。そんな杉越の食事の場面で、イエスがこの中に裏切り者がいる、といった直後が描かれているのがこの絵なのです。ちなみに裏切ったのはユダと呼ばれる弟子ですが、誰がユダなのでしょうか。実は全員誰が誰だか見分けられています。そしてユダはこの人です。なぜわかるのか。それは銀貨を持っているからです。聖書のマタイによる福音書16章によれば、時に12弟子の一人イスカリオテのユダというものが祭司長たちのところに行って言った。彼をあなた方に引き渡せばいくらくださいますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。このように書かれています。このような記述から、ユダは伝統的に銀貨を持っている姿として描かれたりします。しかしそれ以外の方法でユダを表現することもあります。アンドレア・デル・カスターリョの作品やギルランダイオの作品では、ユダが一人だけテーブルのこちら側に描かれています。このようにユダを表現することも、ダ・ヴィンチ以前はよくありました。なぜこの作品が傑作と言われているのか、それは後世のお手本になった作品だからなのです。横一列で最後の晩餐という場面を描くお手本として広く知られていました。この絵が、後世の基準作となっていたのです。どういう点がお手本足り得るのかというと、その場にいるような見事な遠近感です。この絵が描かれているのは食堂なのですが、そこにいるとさも一緒にイエス様と食事をしているかのように見える、そんな見事な構図になっているのです。また言葉の衝撃という見えないものがよく伝わる素晴らしい表現になっていることもポイントです。内側にいる弟子ほど小さな身振りで、外側にいる弟子ほど大きな身振りになっています。これによりイエスの言葉が波のようにだんだんと伝わっていったことが見事に表現されています。それでいてイエスを中心にして近世の取れた構図となっていることから、この作品を傑作と言われているのです。皆さんはこの作品についてどう思いますか。よければコメント欄で教えてください。それでは最後の晩餐の紹介でした。